さあ今日も行ってみましょう日本人の怒りチャンネルです大事な日本を将来につないでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう今日も日本行ってみましょう青山茂春さんを何で無視するんでしょうかねでこれマスコミは無視するわけですからだったら応援するしかないと思いますさあ日本名やっぱり斉藤さんなんですけどもメディアがやっ 本丸を追しし始めましたまた、あ、前から言われてたねあの例のパレード問題なんですけども今まで、ね、あのパワハラの方にに何か主眼が置いてあったんですけどもやっと最近になってメディアがこちらを向いてきました盆休みで一息の斎藤知事なんですけども盆を開けたらこれはねしっかりやってほしいですね。さあということで最初は、ね、左の青山茂春さんから行ってみたいんですけどもはい青山さんあの今ね冒頭にも言いましたけどもなんでこれ単純にと言いますか純粋な疑問でしょ なんでこれマスコミで取り上げないんでしょうかねまあまあ答えは簡単ですよ取り上げないってことはこれはマスコミとしてはまあ、これ左派マスコミとしては青山さんになってもらっては困ると青山さんが気に食わないということになるわけなんですまあ、となると青山さんを応援せざるを得ないというまあこれ単純な結論だと思いますね例の飯山あかりさんの時もそうだったんですがあれだけ人気があってしかもどん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 ね下馬評で上がってきてるにもかかわらずですよ順位が上がってるのに読売新聞なんてのは無視、えー、そしてね産業 関係は味方と思いきや産経新聞もこれは記者によってはどうもいいやまかりは気に食わねえってことで無視とでも結果的には2万6400票でしょうそれが無視ですもんねはい青山さんも同じような現象が起きていると思いますさあこちらね青山さんのホームページなんですけども「守る」といやいやいいですよね「守る」あのね「五ですよね「五を使って「守る」というこの字でね青山さんなんですけども確かにねうん批判的な人が多いのは事実なんですよまあ特に一番多い批判 違反というのはこのね。手のひらから金粉が出たとかですね。あとはあの病気になっている人が渡して、握手をしたら治ったとかですね。まあ、そういう話云々あったじゃないですか。で、あれは旧虎ノ門ニュースの時代に私も見てましたよ。で、実際にあれを見ていや青山さん、それは一体どうなんだろう？って、私もね。正直って思いました。ただね、結論言いますね。確かにそういうのはあったかもしれませんけども、全体的な大きさと言いますか？枠から見たら。 ちちちちっっっっゃゃいいいいいででですすすすわ正直言ってちっちゃい話になななりりままましょそそうなんですよねやっぱりねそこをねねやぱこ見ととず思だってどんな人であってこれは安倍さんだってそうでしょこれは安倍さんだって同じようにやっぱりちっちゃいとこ見たらねこれはどうよ安倍さんっていうとこはそれはねちょこちょこありますよあれと全く同じですで日本保守と応援してる人もそうでしょ例えば百田さんいやこれはまずいあれはまずいとで飯山さんに関してだってあれはまずいこれはまずいってあるわけなんですけどもただ総合的に見るとやっぱり私は飯山さんに頑張ってほしいとかね 百田さん、有本さん、頑張れと。まあ、これ、賛成とでもいいですよ。で、逆に左派の人でも、山本太郎さん、応援。まあまあ、いいでしょう。だからみんな同じなんですよ。結局ね、目につくというところが、まあ、若干あったとしても、結局、トータルでいくつ買ってるかなんですね。で、となると、この青山さんっていうのは、まあ、トータルで見たら、やっぱりそっちになりますんで、全然私はね、問題ないと思います。で、私もね、一つだけやっぱりね、あの、うん、心苦しいのは、もしですね、高市さんが出た場合には、私は高市さんを応援させていただきます。え、これはね、申し訳ない。えそう思ってるんです。 ただ、高市さんが出なくて青山さんが出る、まあ、今回、青山さん100%出ると言ってますんで、えー、高市さんが出なくて青山さんが出るんだったら、私はもう青山さん、全力応援ってことになりますよね。でね、まあ、これね、おかしいと思うことがまだあるんですけども、党員の、ね、獲得数って青山さん1位でしょ、これって自民党にめちゃくちゃ貢献してる人なんですけども、でも、その割には青山さんっていうのは、これ、自民党の中でどうですかね、煙たがってる人が相当いると思いますね。 まままあまあまあ確かにね、青山さんつはまあ声が大きいってこともあるし、まあ、人によってはね、スタンドプレーをしたがる人だっていう人もいるでしょう。まあ、それも私はね、そんなことはねとまでは言わないですよ。青山さん目立つの大好きな人だもんでございますから、まあ、それはわかります。でもね、これだけ自民党に貢献しているのに、なんかね、それに対する見返りというのは、めちゃくちゃ私、少ないと思います。だから、党の中でもどういうわけか、なんかね、待遇が悪いんじゃないかって気がしてならないんですけどもね、これ、皆さん、どう思いますで実際参議院議院員の1期目 6年で貫いてきたことということで献金ゼロとかパーティーゼロですよね、まあ、これはね青山さん、個人的なファンがたくさんついてるかってことになるでしょう。で、青山さん、まあ、関西の方がベースなんですけども、これ、関西以外の方はわからないと思うんですが、今からね5年、6年前ぐらいまでかな、うーんとそのぐらいなんですけども、関西地方の夕方のニュースでは、これ青山さんというのは出てきました、ニュースにちゃんと、ね、出てるんですよ。で青山さんのコーナーナがありまして、えー、7分 下手したら10分ぐらいかな。 10分近いかなそのぐらいの時間にわたりまして、これ、青山劇場ずーっとね、地上波でやってたんですよね。で、調子と、調子っていうのはね、この口調とかね、調子、話す内容、普段の青山さんあのまんまです。ああいう形の内容で、しかも強い調子でカメラ目線で、そうなんですよとかね、えー、こうなったら日本は終わりますよいいですか、皆さんって、こんな形でね、えー、夕方5時か6時のニュースで、地上波で関西の人間に対して、だーっとやってました。まあだからね、あの時間帯に青山さんが、ああいう強い口調 ででやってたもんですからファンが多い,っていうのは事実それとね私がね青山さんが非常に功績多かったと思うのはもちろんそのテレビ地上波なんですけどもいつものようにこの星のね正しさというのをずっとね解いててすごい口調で解いてたんですよであんまり政治の関心にない人そういう人もいっぱいいたかと思うんですがたまたまあの青山さんのあのしゃべり口調が目についたら これはねかなり青山さんの言うことを見て、あそういうことがあるんかなるほどと思っている人が、ね、相当いると思うんですね、つまり、そういう人たちを政治の方に目を向けさせた、そして正しい方向に向けさせたという意味で、私は青山さんの功績というのは非常に大きいと思っています。 ですから細かいことでねいろいろ言う人もいるかもしれませんけどもさっきね私言いましたように総合的に見てプラスマイナスでこれ考えたら私はね青山さんっていうのはもう圧倒的に私プラスだと思いますよまあ、実際ねここまでも堂々とこう保守を主張してもう日本のためにって言ってる人他に自民党にいるかっていう話になるでしょうね私はだから、ね、そこを買っておりますので青山さんっていうのは今後ね私ちょこちょこ取り上げたいと思っております今までねちらっと1回だけ取り上げたんですけどもこれでもし総裁 線に出ましてね、高市さんが出ないというもしそういうあの、うん、パターンがあった場合なんですけどもその場合には私はね青山さんのことはどん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 ね表に出していきたいと思っておりますけどもね皆さんどうでしょうかねはい、そういう目で僕はね、青山さんを見ておりますので彼にはぜひとも頑張ってほしいと思っておりますさあねこれあの彼のこのホームページなんですけどもまあプロフィールとかブログにはいろんなことが書いてありますのでまあこの辺りねぜひ目を通しておいてくださいさあそれではですね今度はお隣の兵庫県になります けどもこれはね、ラジオ関西にこの前、生で出た時のこれ収録室ですよね、その時の写真なんですが、はい、斉藤さん、相変わらず能面面でね、もう平然とした顔でさーっと答えをしておりますけども、やっとマスコミが追いついてきました、はい話としては例の話なんですよ、これもずーっとね、水面下と言いますか、もうちょこちょこ出てる話なんですけども、例のパレードね、はい阪神とオリックスの優勝パレード、そこで前年度までは8億円だった金融機関へのこの補助金というのが、本来、 1> 1億ににななるはずだったのにいきなりこののののの片山元副知事の猿の人猿人じゃなななないい何だだっっったたけあ鶴の人声だ鶴の人声でできなり4億になったとおかしな話ですよねこれは要は裏があったんじゃないかということがずっと言われてきたんですけどもマスコミねなかなか表で取り上げなかったんですよでウェブ記事でもそうどうしてもパワハラの方がワイドショーにしても何にしてもまあこれはね、えー、パッとキャッチとしてはいいじゃないですかだからそっちに行ってたんですけどもやっと主軸が移ってきた感じがしますね さあねこれ2つね読んでみたいと思うんですけれどもこれ3月12日に例のねこれ渡さんなんですけどもいろいろありましたと、はい、問題があったと書いてありましてさあ下の赤枠なんですが告発文書には斎藤知事がパワハラをやたかりを繰り返しているとの指摘もありました実際にパワハラは知事は範囲を認めないものの県職員相手に繰り返されてきたことは明らかにと地位側近の産業労働部長がコーヒーメーカーを企業から受領したことも発覚しましたこれは収賄の疑いがありますと。でまあ、告発のの文書の内容は徐々に事実であれ 部分も分もかってきてきいますとでね、これにつきましては、まあ,あの、マスコミの皆さんがね、結構ね、一生懸命これ追及してますんで、だん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 とこのらっきょうの皮がむけるように、この問題というのが、どん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 ,どん、ね、発覚していると、今、そんな現状だと思ってくださいね。で、これもひどかったですよね、片山副知事が A さんから、わたせさんね、渡たさんから公用パソコン取り上げ、中に告発文書のデータがあることを確認すると、3月27日には斎藤知事が記者関係で嘘8 0 0だ。はい、これは皆さんご存知の通りと。 これででなんととか逃げ切ろうとしたわけなんですけすどもはいそして斎藤知事は8月7日の会見これ最近ですよ告発文書の存在を知った時は広域通報者保護法のことは念頭になかったと認めたとで一方片山副知事が25日3月25日に聴取を行いそこで A さんが渡瀬さんが噂話を集めて当該文書を作成し配布したということを認めたとはいはいはいこれが問題なんですよあのね渡瀬さんが噂話を集めて適当に作った文書 でこれ配布したったつまりデたらめ俺はやりましたってことを、えー、ついにゲロリやがったって。 そういう言い方をしたんですよ。ところが、これが後で嘘であるということが分かったわけなんですね。それが下にうんぬん書いてあるんですよ。ひどい話でしょ。ね、え命を懸けてこうやってね、通報したものですよ。えー、これはデタラメだったってことをね、本人認めたぞぞこれで乗り切れと思ってるんです。もう許せない連中ですよね。さあ、そしてこれが一番の今回の本丸なんですけど、ただね、問題もあるんですよ。あのー、私もそう思ってたんですけども、4億に生徒片山知事が言ったんで、副知事がね、 言ったんであればこれはとんでもない犯罪だからとっとと捕まえちまえとぐらい思っていたんですけど やっぱりなかなかね難しい問題もあるようです。まあこれね、赤枠、これじゃ足りん4億にせえと、要は1億円だった予算を4億に増やすと、で金融機関にばらまけ、でその代わりパレードに補助金といいますか寄付金ですね、という形でバックさせえと、これで一件落着やんけということでね、やってしまったわけなんですけども、うーん、はい、これね、昨年秋、所管の産業労働部、地域経済課と財政課は補正予算の算定で、総計1000の事業者に金融機関が支援することを見込み、 1>, 1件10万円ずつ計1億円を計上する計画を立てたそれに片山副知事がこれじゃ足りん4億2000と増額を指示したことが分かっているとでこれね何やってんだとそ公金をね お前の一存でちょっと3億プラスしてちょっとばらまけやとそういうことを言ったわけでしょはいここにも書いてありますよねだから指示したということはもうこれ確実に分かっているんですよただね高金質の増額がいとも簡単にできる理由ということで下ねもう簡単に割愛して読みますけどもこれね今回、はい、特殊なお金例の流行り病があったもんですから 原資は国なんですよねいきなりこれ兵庫県の予算からよし3億円増やしとけはなかなか大変なんですが原子が国だもんですから3億増やしゃいいじゃないかとで本来は3億7500万円だったんですけども切りが悪いから4億に増やしとけと最後ダメをして2500万円増やさせたとそんなことも分かってますよねうーんまあそれがこの上から2つに書いてあります「ゼロゼロ融資に絡む事業の原子が国の臨時交付金だったからですと」とまあそれを差配したの あの男ということになるわけなんですよねでね告発文書が指摘した疑惑は金融機関の幹部が補助金と引き換えに共産金を筆したことを認めない限り立証は難しいここなんですよほらあの例のあれと一緒パリのエッフェル疑惑と同じですあれは自民党の公費を使っていきましたとか言って言い訳ぶっこしたでしょ、まあ、使われるとかあの辺がねでもどうですか実際には政党交付金も入ってますからあれ税金でしょだけど財布が一つだからは わからないんですよ問題はこれこれは個人の政治家も同じでしょうねいわゆるこの文書交通費旧文書交通費ですねあれ月100万入ってるわけでしょでも何かに使ったとしてもその100万かどうかってわかんないんですよそんなものはだからここに書いてるのがそれねえー、立証は難しいとはそういうことになってますのでこれはきっと弁護士をつけていやいやいや問題はありませんってことでやって揉めに揉めるんでしょうねいや非常にこう腹が立つんですけども 実際ににはここんんなことにななとるようでですすいかがですか、ね、うんまあただね、えー、冒頭にも言いましたけどもマスコミがやっとこれに着目してくれましたのでね、えー、なんとかかんとかですねこの問題に今度はねずぐーっとこう論点が移行していくと思いますですから新しい情報もどん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 出てきてねぐーの音ないもうグーの寝も出ないようなこういうズコーンとしたねこうバズーカみたいなやつがいつか出ると思いますのでそれ皆さんね心待ちにしましょう。 今日の動画が良かった方は、いいねボタンとチャンネル登録、そして共有拡散もよろしくお願いいたします。またメンバーシップもぜひご参加ください。それでは。